2024年春、北陸新幹線が敦賀まで開業します。今回紹介するのは、新幹線駅のあわら温泉駅の近くにある地元の人たちに愛されている手打ちそば大巻屋さんです。大巻屋のそばは石臼挽きで、国内産のそば粉を使用しており、地元の方々にも人気なんです。店内は小上がりのテーブルが3つ、テーブル席が3つあり、純和風の落ち着いた店内です。今回はそばがメインではなくて、地元の方に人気のカルビ焼肉丼セットをいただきました。カルビと玉ねぎがたっぷり入ったカルビ焼肉丼。大根おろしだしがたっぷりかかったおろしそば。いただきます。カルビと玉ねぎがたっぷり入った焼肉丼は果たしてどんな味かな。ご飯は福井県産のコシヒカリを使用、甘みともっちり感があり美味しい。カルビにかかるタレは少し甘みがあり、お肉の甘みと玉ねぎの甘みが相まってスペシャルな甘みになっています。甘ったるい感じではなくて、旨味の甘みですね。これは地元の方々に人気になるのがわかります。おろしそばは国産そばを石臼でひいて手打ちしているので、香りが良くて喉越しのいい二八そばです。大根おろしだしは少し濃いめで、カルビ焼肉丼の甘みに合っていますね。薄味だとカルビ焼肉丼の甘みが勝ってしまうので、ベストな味付けです。それにしてもこのカルビ焼肉丼は美味しい。どんどん箸が進みます。本格手打ちそばが食べれて、絶品のカルビ焼肉丼までいただける手打ちそば大巻屋さんに来てみませんか。それ以外にもソースカツ丼も人気ですよ。ごちそうさまでした。食後の後は大巻屋さんから徒歩7分で行けるあわら温泉駅に来ました。来年春に開業する北陸新幹線の駅です。来年春に向けて急ピッチで再開発されています。
北陸新幹線あわら温泉駅は福井県の玄関口で、ここを拠点に関西の奥座敷と言われるあわら温泉や景勝地で人気の東尋坊に行けます。冬には人気の越前ガニがいただける三国港も近くにあります。また福井県のソウルフード越前おろしそばが美味しくいただけるそば屋さんも数多くありますよ。北陸新幹線が開通したら、まずはあわら温泉に入りに来てください。白山系の温泉は美肌の湯、美人の湯と言われており、女性に人気の温泉地です。温泉に浸かり、福井の美味しい魚介類を食べてください。地味で何にもない福井県ですが、新鮮で美味しいお魚が食べれます。何にもないけどホッとする福井県に来てください。福島県でも福岡県でもない、知名度の薄い県、福井県です。最後までご視聴ありがとうございました。